僕元州聖徳5年4月17日は、李氏朝鮮中期の軍人、政治家。第十一代国王、中宗の最初期の最側近人事の一人である。実施は、第九代国王、清州の実刑の合算王君の妻、昌平夫婦人牧師。また、高志品牧師は十枚であり、小高志王公は名である。王場に第四代国王、清宗の王妃。 証券王公陳氏。1485年、部下に合格して、聖州からの寵愛を受けていた。聖州が二度、分身行為の官職を与えようとしたが部下出身ということで、他の重臣から反対されていた。円山君の即位後、当初は、信任を得て、官職を歴任するが次第に、円山君に疎まれるようになり、地方へ左遷となる。 一時的に中央へ呼び戻されるが再度円山君に疎まれて辞職となる。その後、円山君自身による度重なる防災と無差別粛清が進むと、円山君に左遷させられた方の部下の正祈願、劉淳亭、そして犯罪勢,勢力側に寝返った劉国高などとともに、クーデターを計画した。1五百六年九月に起こしたクーデターは成功し、政治の主導権を掌握。 縁山君の異母帝の心情を君を衰退、即位させた。最終的に安国行進になり、平城君に封じられ、住職を歴任したが、中宗即位から4年後の1510年に数え年の44歳で休止した。彼の死後は中宗の中心として僧病に祀られた。ありがとうございます。